皆さんこんにちは、しのです。この前お母さんに大きな地震が起きたらスマートフォンから緊急地震速報の大きな音が鳴って揺れる前に知らせてくれることを教えてもらったんだ。伊賀でもこれまでに大きな地震が起こったことはあるのかな。そうだ、仁子先生に聞いてみよう。仁子先生。こんにちは、しのさん。何か悩んでいるの？うん、先生、伊賀でもこれまでに大きな地震ってあったのかな？ええ、あったわよ。今までに分かっている一番大きな地震は、江戸時代の終わり頃、1854年、嘉永7年に発生した安政伊賀上野地震よ。160年以上前のことね。随分と昔の話なんだね。そうね。でも決して人事ではないわよ。安政伊賀上野地震は新居地区を震源とした震度6から7の大地震だったそうよ。新居地区？大変。しののお友達が住んでいるところだ。当時の武士や農民の日記などによると600人近い死者が出たそうよ。特に震源に近い2位、三田・島ヶ原地区では多くの人が亡くなったそうなの。そうなんだ。どうしてそんなに被害が大きくなったの？町人の家や武家屋敷、お寺などが倒れたり、伊賀上野城の石垣が崩れたりして大きな被害が出たの。これは地震の被害を描いた当時の図よ。赤色は石垣が崩れたところで、灰色は倒壊した武家屋敷を表しているわ。何箇所か石垣が崩れているね。武家屋敷もたくさん倒壊しているみたい。これだけ見ても大きな地震だったことがよくわかるね。そうね。伊賀だけじゃなく四日市や奈良でも被害が出たそうよ。みんな地震が来た時のための準備はしてたのかな？実はこの安政伊賀上野地震が起きる前の日にも地震が起きたみたいなの。その夜は地震に備えて外で過ごした人もいたんだけど、結局地震が来なかったから翌日の夜は普段通りに家の中で寝てたそうよ。その時に大地震が起きたんだね。そうね。もし安全な場所に避難していたら被害は減ったかもしれないわね。ところで、しのさんのうちは地震に備えて何かしていることはあるかしら？お母さんが非常用品の入ったカバンの中身を入れ替えているのはたまに見るよ。それも大切ね。今は緊急地震速報などで地震が来ることが事前にわかることもあるけれど、日頃から地震に備えて準備しておくことの大切さはこの安政伊賀上野地震からもよくわかるわね。しのさんも地震が起きた時にどうするか一度家族で話し合ってみてね。うん、わかった。お父さんとお母さんにも今日の話をしてみるよ。教えてくれてありがとう、先生。またわからないことがあったら教えてね。わかったわ。いつでも聞いてね。それじゃあまたね。